ギャングラーズビレッジスタッフのまなみです。今日はギャングラーズビレッジの秋からリニューアルするバスエリアを私まなみが紹介したいと思います。夏の間いたバスをすべてこのアンダーボンド下着の方に入れましたので、共演ものすごくたっぷりです。しかもストライパーも1000匹以上入ってますので、トラウトエリアになってもバスエリアは見逃せません。ということで、今から試しに私が釣りをしてみたいと思います。出ちゃうかな、一発目から。こう見てるね、なんかバスね。どうか、うん、後ろについてるよ。おー、なー、バラしたー。残念。でも一発目から出たね。出ましたね。これはやばいですよ、多分。意外とさ、はい、ああいう横とかさ、いいかもしんないよ。ちょっとやってみて。はい。おりゃー。おぉ、来た、出てきた。一発目、一発目、よし。しかもサイズいいじゃない、サイズいいじゃない。うわ、来た。じゃじゃーん、来ました。とー、1投目だね。1投目です。すげー、やっぱいるところにはいるっていうよりもどこ投げても出る感じですかね。出ますね、これは。やばい、本当に。しかもサイズいいね。あー、さあもうちょっと試しちゃおっか。そうですね、もう少しだけねえ。さあ頑張りましょうって2投で終わりじゃねえ。じゃあもう一発いってみましょう、うん、でもまなみちゃんのマイタックルもまた渋いよね。そうですか。 F560 にアブの 5000C っすよ。はい、王道中の王道じゃないですか。俺また出しちゃった。あー、来たー。釣れますね。投げれば釣れちゃう。釣っちゃいましょうか。この魚影の濃い下影をね、見てもらいたいですよね、マナちゃんね。本当にすごいんで。おー。来た。狙い通りだったね。狙い通り。ああ、バレちゃった。
ちゃうかな。おお。もう一回。もう一回。おお、まだ出んじゃん、まだ出んじゃん。そこからほぐしてってごらん。やばいよ、これ。ちょいちょい。ちょいちょい。じゃあもう一回やろうか。これ、やる気満々ですね。あそこの足の場所で。やばい。次出ますよ。まなみちゃんにことか使わせるとね、出すんだ、これが。やばいよ。おし、乗ったー。パリ出ません。どう、まなみちゃん、この行営の濃さ。行営はやばい。行営はやばい。やばい。やばい。相当です。はい、釣りました。はい。しまったね。なんでもないところ、なんでもないところでも普通に出ちゃダメ。わー、出た。ピヨ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 。おお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 、来たよ、来たよ。おお。おお。すげえ。あ、そう、固まってんじゃん。あ、かかってた？おお。おお。なんでもないところ。楽しい。釣りました。でかい、これは。ね、本当に。釣れたー。あじゃあ。やばい、またでかい。出ちゃったね。すごい勢いだったね今。なんでも出ますよ。すごい。こんなウハウハな、うん、ね、そうですね、うちの池楽しんでもらいたいですね、みんなにね。本当ですよ、マジ楽しい。これ来なきゃもったいないでしょ。全然もったいないですよ、本当に来てください。お、すげえ。さあ、いますか、やっぱり。うわ、すごい。寒すぎる。あ、バイバイ。バイバイ。やばいね、楽しいね。やばいですね。すごい面白い。これまなみちゃん、コトカス。これ、使ったのは今日はコトカスで。で、宮城アンガラズビレッジの、長年のブームと実績をしてた。サムルアの。ね、うちの一押しだもんね。そうなんですよ。しかも、まなみピンクっていう名前が付いてるぐらい、なんかこのピンクはね。そう。これ、プロップのミディアムだね。そうですね。うん。うん、すごい釣れました。これもちょっと使い方コツあるからね。そう。来た時はね。これは私に聞いてください。ああ、そう。まあ、バッチリなんで。バッチリ。もう、もうあれでしょ。もう私に聞けば釣れちゃうよぐらいな。私に聞けばもうバッチリ釣れちゃうんで。はい。なんで、ぜひ、宮城アングラズビレッジに来てください。バイバイ。待ってまーす。はーい。